知らないとやばい激太りする食べ物があるんです。腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。あなたは食べたのにまたすぐ食べたくなる、やめられない、止まらないなんてことないですか？今回はそんな中毒性になって激太りする太る食べ物5つと、どうしても食べてしまった時に即リセットできる方法をお話します。このデブ食材を食べないことで、あなたの腸内環境が整って、あなたは自然と根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。実際に私のクライアントの方もこの食べ物を食べなくなっただけで1ヶ月でマイナス3キロ。どうしても食べてしまった時はこのリセット法で食べたことをなかったことにすることができています。ぜひ最後までご覧くださいね。話の流れは3部構成です。1、食べると太る原因とは。2、激太りする食べ物ワースト5。3、どうしても食べてしまった時の簡単リセット法。以上を3つの順番でお話します。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、健康的で綺麗な女性をもっともっと増やしたいっていう思いで配信しています。ぜひこの機会にチャンネル登録してお役立てくださいね。では1つ目の項目です。食べると太る原因についてお話します。太る原因1つ目は、あなたの腸内環境を悪化させる食べ物だからになります。腸内環境が悪いイコールデブ菌と呼ばれる悪玉菌が多くいる状態だと、あなたはいつまでたってもリバウンドを繰り返すことになりますから、痩せることができません。それはなぜでしょうか？それはデブ菌と呼ばれる悪玉菌が多くいる状態であると、あなたはいつまでたっても太る食べ物がやめられない、止まらないになってしまうからです。なのでまずは悪玉菌を増やす食べ物を排除する、それがポイントです。太る原因2つ目は、血糖値が急上昇する食べ物だからになります。血糖値が急上昇するときにイコール、あなたはどんどん脂肪を溜め込んでしまうんですね。ですから例えば、私そんなに食べる量ないのになんで太るのっていう方は、食べる量よりも血糖値の急上昇がしやすいものを食べている傾向にあるということになります。ということで今回は、今お伝えした食べると太る原因を満たしている激太りする製品に特化してお話します。それは何かというと、こちら小麦製品になります。私も今よりも10キロ太っていて、ひどい肌トラブル、うつ状態という黒歴史があったんですが、この製品をやめてから劇的に良くなった経験があります。そしてここからは、知らないと損する小麦製品の太る原因をポイント3つに絞ってお伝えします。小麦製品が激太りする原因の1つ目はこちら、血糖値になります。この小麦に含まれる糖質アミロペクチン A は、なんといってもめちゃくちゃ吸収されやすい、そして劇的にこの血糖値が急上昇してしまうんですね。炭酸飲料よりもパンを食べた方が急激に上がると言われるほどなんです。つまり私たち人間の体は、血糖値が急激に上がるイコール糖化を引き起こしてしまうと、その血糖値を下げるたびに膵臓から大量のインスリンが分泌されるんですね。このインスリンは別名デブホルモンと呼ばれているホルモンです。これによって内臓脂肪がどんどん溜まっていきます。結果体重増加や糖尿病のリスクも出てくるんです。もちろん適度な良質の糖質は細胞のエネルギーに欠かせない大事なものけれども、過剰に摂ってしまうとこのように脂肪となって溜め込んでしまいます。小麦製品太る原因の2つ目はこちら、グルテンになります。現代の日本人には 80% から 90% の方が小麦が合わない体質と言われています。それはなぜか、まさにこの小麦に含まれているこのグルテンが原因なんです。このグルテンを摂取すると、免疫細胞がグルテンを異物なものと判断して攻撃します。そのため様々なアレルギー症状が出てくるんですね。過去の私の黒歴史もまさにこの症状で苦しんでました。1、
皮膚のかゆみ、腫れ、湿疹に情緒不安定になってうつ状態。3、グルテンは腸壁にベタッと糊みたいにくっつくので、その分栄養が吸収できずに栄養不足になって、結果野生ホルモンの材料ができずに太っていく。私は以上の3つの症状でめちゃくちゃ苦しんだんですね。朝は菓子パン、お昼はサンドイッチ、夜はパスタ、こんな感じです。小麦粉ばっかり。小麦製品の太る原因の3つ目はこちら、中毒症状が起こるからになります。恐ろしいことに、小麦は消化されると化学物質のエクソルフィンが生成されます。それが脳に到達して、モルヒネ受容体と結合。何それ難しいって思いますよね。わかりやすく言うと、麻薬と同じような感覚になりますから、中毒症状でカロリー摂取をやめられないということになるんです。結果食欲増進の依存症状を引き起こしますよということです。なので当時太っていた私は、パンやパスタがやめられない、止まらないだったんですね。ではここから2つ目の項目です。激太りする食べ物ワースト5ということで、ランキング形式でお話します。第5位はこちら、うどんになります。え、うどん、しょっちゅうお昼に食べてるなんて方多いのではないでしょうか。そうなんです。実は例えばかけうどん1杯でも、なんと角砂糖が約17個分の糖質をあなたは摂っていることになるんですね。しかも麺は小麦 100% っていう、先ほどお伝えした太る原因がいっぱい詰まってるということは、やはり腸内環境にも良くないですし、糖質量も実はめちゃくちゃ高いです。第4位はこちら、ラーメンになります。これは例えば塩、味噌、醤油、豚骨なのかで変わってはきますが、平均してだいたいラーメン1杯で角砂糖が21個分です。第3位はこちら、焼きそばになります。糖質量は角砂糖約24個分になります。また良くないのが、油で炒めますね。その時の油が問題。もしサラダ油なんかを使うと、トランス脂肪酸がたっぷり入ってます。別名食べるプラスチックと呼ばれている体に悪いオイルで炒めた、しかも小麦の塊の麺プラス様々なトッピング、もうこれはですね、ワースト3位に匹敵する食べ物になります。第2位はこちら、ピザになります。ピザもサイズによりますけれども、だいたい1枚で角砂糖27個分と言われています。またカロリーもかなり高いので、カロリーオーバーになりやすいものですね。そしてワースト1位はこちら、菓子パンになります。もうね、私過去もう相当食べてきたんですね。で、菓子パンって1個じゃ足りないですよね。最低でも2個です、1回の食事に。ということで、例えば私だったらメロンパンとあんパンとかね、そういったその甘いパンのセット2個食べるだけでもものすごい糖質量です。今お伝えした菓子パン2個で角砂糖約38個分の糖質量ということになります。これに加えてね、クリームメロンパンなんて食べていたことも思い出すと、すごい糖質だなってゾッとします。ではここから3つ目の項目です。今お伝えした激太りする食べ物を、どうしてもお付き合いやイベントで食べてしまったっていう時に即リセットできる方法をお伝えします。私もお土産で甘いものをいただいたり、娘のお誕生日にはケーキ、クリスマスにはピザなんて、そんな機会もねあります。で、食べます。でも今からお伝えするこの方法で即リセットしますから、私は罪悪感なく安心して美味しくいただいてるんですよ。その簡単なリセット法とはこちら、純リンゴ酢さゆをその食事と一緒に飲むこと。この純リンゴ酢さゆを飲むことで、食事の時に生まれる血糖値の急上昇をグッと抑える効果があります。また先ほどお伝えしたワースト5の食べ物を食べると、体が酸性に傾いてしまうんですね。そのまま放っておくとデブ体質まっしぐらになりますが、この純リンゴ酢さゆを飲むことで、もともとあった弱アルカリ性へと体液を戻すことができます。その状態が一番内臓が活発で動く状態になります。作り方は簡単です。
左右 200ml に対して純リンゴ酢を大さじ1杯ですね。例えばこういう純リンゴ酢なんです。メーカーは問いません。大事なポイントは純リンゴ酢ということで、原材料がたった一つだけ、国産のリンゴ果汁 100% のみでできている純リンゴ酢を選べば丸。この純リンゴ酢左右についての詳しい効能や注意点などはこの動画の説明欄に動画のリンクを貼っています。ぜひそちらもご覧くださいね。この方法で食べたことをなかったことに即リセットしていきましょう。また普段小麦製品は嗜好品としてたまに食べるくらいで頻度を落としてみてください。このことで私は体型も心の状態も本当に良くなりました。ここまでこの動画を見てくださったあなたはもうすでに腸活ダイエット一歩を踏み出してくださっています。これから一生太る食べ物なんか食べないなんてことはできませんよね。だから腸活なんです。食べてもご自分でリセットできる術を身につけてください。実際にこの方法で1ヶ月でマイナス3キロ落とした方がたくさんいらっしゃいます。腸活ダイエットを詳しく知りたいっていう方は、見るだけで健康的に痩せていく腸活ダイエットの方法を解説した動画4本無料でプレゼントしています。この動画の説明欄にプレゼント受け取るための LINE のリンクを貼っています。ぜひ今すぐご登録いただいてお役立てくださいね。いかがだったでしょうか。腸活ダイエットの観点からお話ししました。今すぐ取り組んでいきましょう。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメント欄に実際にやってみたらこうなりましたっていうご感想などなどいただけるととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。